いつは。みんな、見ての通り。先に進みたいんだけど、道路の真ん中に五条悟がいて、前に進むことができない。呪術師最強、五条悟。あんな奴に、一体どうやって勝てばいいんだ。へえ、五条悟だかなんだか知らねえが、この俺がぶっ潰してやるぜ。おい待て、ミスター赤ちゃん。よっしゃ、やってやるぜ。てめえなんか、俺のパンチで、一発で倒してやるぜ。おら、ミスター赤ちゃんが一撃でやられただと。五条悟、なんて強さなんだ。はいみんな、注目。まあ普通に戦っても勝つことはできないからね。このラッキーブロックガチャを回して、そこから出たアイテムを使って五条悟を倒そう。めんどくせえな。よし、それじゃあトップバッターは俺が行かせてもらうぜ。さてと、どんなアイテムが出るかな。ポチッと。あれ、何も出てこねえじゃねえか。一体どうなってるんだ。なんだこれ。チャンネル登録と高評価してくれたらアイテムが出るよ。どうやらガチャからアイテムを出すためにはみんなのチャンネル登録と高評価が必要みたいだ。だからみんな、チャンネル登録と高評価で俺たちを助けてくれ。よし、それじゃあガチャを引いていくか。さて、何が出るかな。ちゃんと出てきた。みんな、チャンネル登録と高評価ありがとう。それとよかったら、君の好きな呪術廻戦のキャラクターをコメント欄に書いていってくれ。こいつはシェルカーボックスか。中には一体何が。これは炎の日輪刀に炎の呼吸一の方知らぬいじゃねえか。よし、こいつがあれば五条さんにも勝てるかもしれねえ。おい、弟のくせに随分といいアイテム引き当ててんじゃねえか。へっ、兄貴には絶対に渡っ、なっ、何すんだ。へっへっへっへ。悪いな弟、お前のものは俺のものなんだよ。んじゃあまあ、お前が手に入れたこの炎の日輪刀とこの炎の呼吸はいただいてくぜ。だ、あいつが五条悟か。だ、どこ行った。くそ、すでに領域展開をしてきているのか。いや違うな。だが俺のこの炎の呼吸一の方知らぬいを使えば奴にも勝てるはずだ。行くぜ、炎の呼吸一の方知らぬい。だ、当たったか、当たってんのか、よくわかんねえが、これを繰り返していけば奴にも勝てる。ダメージは通っている。案外よ、さすがは五条悟、呪術師最強なだけはあるね。五条悟を10秒以内に片付けてくれ。五条悟を10秒以内に倒してくれるわ。さて、一体何が出るか。これは特級呪物スクナの指ではないか。はあ、この勝負もらったな。では早速スクナの指を食べていくとするか。あ、むしゃ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 、うわっ、なんだ、くそ、力がみなぎってくるか。くそ、このままでは俺の体力が。これは少な恒例、これを使えば。よし、これでなんとか収まったか。そして俺の能力は格段に強化された。はあ、これがある限りもはや五条悟など敵ではないわ。移動速度もかなり上がっている。では勝負だ。はあ、貴様など一撃で、うわうわうわ。全く、あ
相変わらずの雑魚さですね、ミスターマネー。まあ確かにミスターマネーが弱いというのもあるけど、やはり五条悟という男、化け物級に強いね。早く帰りてえな。よっしゃ先生、次は俺に行かせてください。まあ確かに五条悟は最強だが、アイテムによっては勝てるかもしれねえな。さてさて、何が出るかな。お、こいつは野原のハンマーじゃねえか。よっしゃ、これなら遠距離から攻撃ができるぜ。確かこの武器は釘を飛ばすんだったよな。お、すげえすげえすげえ、釘をちゃんと飛ばせる。よっしゃ、遠距離からなら五条悟にも勝てるかもしれないぜ。よっしゃ、やってやるぜ。覚悟しろ五条悟。よし、早速ハンマーを飛ばして、ハンマーじゃねえ、釘を飛ばして。お、聞いてる聞いてる、遠距離からだったら五条先生も怖くねえ。無限も発動してないみたいだしな。お、もしかして手加減されてるのか。けどもしかしたらそれが命取りになるかもしれませんよ、五条先生。おら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 、よし行け、連打だ、もう大量に連打。釘釘釘だ。よし、いいぞいいぞ、聞いてる聞いてる、これなら絶対に勝てる。よし、いい感じいい感じ、弓矢よりも連射性能がいいな。あれあれ、しまったしまった、釘がなくなった。うわー、あ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 、うん、ダメージは与えられていたんですが、倒しきるところまではいきませんでしたか。いやー、まずいね。残り戦えるのは僕を合わせて3人しかいない。それじゃあ次はミスターバナナ君、頼んだよ。めんどくせえな。はあ、やればいいんですね、やれば。さ、ガチャを回していくわけだが、何が出るかな。これは草ブロック。で、こんなので勝てるわけがないだろう。本来は1回しか引いちゃダメなものだが、もう1回引いてもいいだろう。さすがにこんなんじゃ勝てないからな。で、どうなってるんだ。また草ブロックじゃないか。こうなったらもう1回だ。今度はちゃんとしたものが出てきたな。呪術高専制服。なるほど、こいつを装備すればある程度防御力が上がるようだな。だがまだ肝心の武器が手に入っていない。もう一回回すか。ちょっとちょっと、ミスターバナナ、ずるくないですか。それは仕方ないだろう。草ブロックだけじゃ五条悟には勝てない。よし、もう一回だ。で、また草ブロック。今度は軽定剣。これがあればある程度は戦えるかもしれないな。こいつで確か殴るとダメージが上がるんだ。よし、この調子でガチャを引いていこう。で、くそ、来た来た来た。これが呪術高専の制服からだ。こいつがあれば、よし、ある程度防御力は上がったか。それに軽定剣もある。これさえあれば僕は五条悟にも勝てるに違いない。それじゃあ五条悟、覚悟してもらおうか。僕の防御力は呪術高専の制服で上がっている。一撃では倒されないはずだ。どどうに、あれだけの装備をしていても勝てないとは、さすがは五条さん。まずいね、残るは僕たち二つ。まずいね、残るは僕たち二人だけだ。ミスターブラック、どうにか頑張ってくれ。いいでしょう。他の生徒はあまりにも弱すぎます。私の力で必ずや五条悟を倒してみせる。ま、先ほどミスターバナナが大量にガチャを引いていたので、私も何回かガチャを引かせていただきます。おや、これはスクナの指、ミスターマネーが食べたやつですね。では続いては、お、これは黒い剣、かなり威力が高そうな武器ですね。さあ続いてはまだまだいきますよ。お、これは呪術高専の制服、足からのこれは
高齢スクナ。これで私もスクナの力を手に入れることができます。さてまだまだこんなもんじゃ五条悟は倒せませんからね。お、呪術高専の服、足からの、これは体だ。と、もう出てこないか。では装備させていただくとしよう。これで私も呪術高専の仲間入りです。さてスクナの指を食べていくとしましょう。そしてさらにスクナをこれ。これで私は相当強くなった。これならば五条悟にも勝てるに違いありません。では行きましょうか。では今度こそ勝たせていただきますよ。ですが一撃でやられる可能性があるので、ヒット&アウェイ戦法で行きたいと思います。そこいいですね。かなりスピードとジャンプ力が、と、しまった。これはまずいですね。一撃ではやられはしませんが、かなりのダメージです。いい、ああ、はあ、みんなやられちゃったか。仕方ないな。じゃあ最後は僕が倒すしかないね。このロケットランチャーを使ってね。それじゃあ最終決戦といこう。五条悟、食らえ。ふう、なんとか勝ったようだね。いやいや、そんな強いなら先生が最初に戦ってくださいよ。